はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回はパワープロ2020栄冠内、続きをやっていきたいと思います。残念ながら地区大会まで進んだんですけども、選考の結果春の甲子園大会には出場できませんでした。がチーム自体はね、確実に強くなってますので、今回はね、練習試合からプレーをしていきたいと思います。その相手は名門浦安高校です。実際のね、千葉県の強い高校っていうと、今でもやっぱり市立船橋のイメージがあるんですけど、実際のところどうなんでしょうね。今強い千葉県内の高校ってどこなんだろう。浦安、東海大浦安とかもね、浦安の名前ついていますけど、今強いのかどうかわからないんですけどね。今年は甲子園、まあそもそもないっていうことなので、予選もね、やられてないと思うんですけど、高校時代はね、まあ僕は残念ながらというか、まあ、野球はやってなかったんですけど、僕のいた高校はとにかくスポーツは激弱でしたね。何をやっても。これはホームランになるかな？なるね。ちなみに中学生の頃に好きだった女の子は、サッカー部の、人が彼氏でしたね。で、その後高校に入って、で、中学校時代に野球部で、高校時代も野球部だった近所の男と付き合ってましたね。さあ、浦安、名門浦安相手にここまで2点リード。ノーアウトランナーが2塁、送りバントで確実に進めましょうと言いたいところだけど、ランナーが進められなかったな。4番清宮に送りバントはないな。ここは思いっきり引っ張ってもらいましょう。入るんじゃないか。もう一伸びないか。清宮はパワー A まで持ってってます。この後選手の各能力ご紹介しておきましょう。だいぶね、鍛え上げました。ここは上山に送りバント。ツーアウトランナー三塁で確実にワンヒットで1点。農場がどうなんだろう。威圧感持ってるんですけどね、農場は。ここまで打率が4分5厘という散々なところですけど、ここは大きい当たり打ってくれましたね。ちなみに農場はパワーヒッター持ちの威圧感持ちです。で、石垣くんですね。ここはセンター返し。いや、これは本当に名門浦安相手にここまで戦えるってなると、甲子園出場も現実味を帯びてきたな。笹岡もね、速球150キロ。フォーク、変化量4。スタミナが B。コントロールももうすぐ B になろうかっていうところまで来てますからね。ちなみに丸岡くんもね、むちゃくちゃ足速くなってます。なので、セーフティーとかやっても決まること結構ありますね。ちょっと今回はね、セーフティー決まらなかったですけど。丸岡くんにはだからそういう意味で言うと、あ、盗塁ね。盗塁 B ですからね。ちょっと盗塁見ましょう。速い。これ3投もあるぞ。あるね。丸岡早い。3投できるな、丸岡の足なら。これ今度から丸岡くん1塁にいるときは3塁まで3投させましょう。 もちろん相手のね、ピッチャーそしてキャッチャーの状況を見ながらということになると思うんですけど、ピッチャーが足遅かったり遅いボールで変化球持ってたりとかってことで、キャッチャーもどうだろう。参考までに岩波くんの肩の強さ見ときますか。今後の参考のためにこれくらいだったら走れるよっていう一つの目安になると思うんで、岩波くんの肩見ましょう。岩波くん肩 A だ。肩 A でも走れるんだな。いや、丸岡足速いわ。丸岡くんも足 A ですね。で、もうすぐ S に届くかっていうところまでは来てます。85とかだったかなと思いますね。農場くんはね、ちょっと打率がついてきてないんで、打率が上がってくると、だいぶ怖いバッターになってくれるかなって感じがしますね。では9回は笹岡ではなくて、いつものように
高津に変えましょう。高津もね、変化量、だいぶ上がってきてますからね。進化、高速進化は33になってます。今ね、荷物が届いてますってなってるんですけど、アマゾンとかで、まあ楽天とかもそうだと思うんですけど、で、頼んだ荷物は、もうマンションの宅配ボックスに入れてもらう。まあ、ピンポンって押して対面で受け渡しをしない。宅配ボックスに入れてもらうよっていう風に設定を変えました。今そういうのできるんですね。残念なことに僕の家のマンションは、冷凍とか冷蔵とかのね、宅配ボックスではないんで、そういったものはね、入れられないんですよね。どうなんでしょうね。最新のタワーマンションの綺麗な大きいところとかだと、もしかしたら、冷凍冷蔵が対応してる宅配ボックスとかもあるんじゃないかなって気がちょっとするんですけどね。オークションとかになってくるとね。さあ、ではこのまま勝てそうなんで試合進めていきましょう。はい、名門浦安高校に5対4と競り勝ってます。高津がね、あの後失点をしてしまったんですけども、最後は、本橋くんが締めてくれました。本橋くんはフォークが4で、速球が150キロ台に乗ってます。この後皆さんに見てもらいましょう。気を設定からですね。まず1番の丸岡くん、足が A、走力84ですね。盗塁 B、盗塁 A まで持ってって内野安打をつけてあげれば申し分ないかなとは思います。で、神野くんですね、1年生ながらパワーヒッター持ち、ミート、パワー、それぞれ63です。で、下川くん、パワーヒッター、初球丸、ムード丸。下川くんもね、1年生ですね。期待が膨らむ1年生。そして、2年の清宮。パワーが A、阿部日持ちです。パワーヒッターつけてあげたいんですよね、ここにね。で、ミートも A に持っていければいいかなと思っています。で、5番上山くん、高額打法持ちです。ミートがもうすぐ 70B に乗ります。で、農場くんですね。パワーヒッター威圧感持ちです。ミートを少し上げてあげれば、万能性が出てくるかなと。で、石垣くんですね。そして、1年生で正捕手、宮城くん。キャッチャー D なんで、これを少し上げていってあげたいなと思ってます。肩は B まで持っていきましょう。では、これで、甲子園出場を目指していきましょう。では、1年生入部していきます。今回もスカウトで4人獲得してます。まずは、杉崎くんから見ていきましょう。杉崎くん、肩が50。ラインドライブ持ちですね。続いて赤川。3球種持ってるんだね。スライダー、シュート。で、中学生上がりでナックルを投げる。軽い球と打たれ強さ F なんで、ここは少し鍛えていってあげましょうか。で、前川くんですね。チャンス G。ただミートは高い60持ってます。で、角田。守備職人持ってますね。キャッチャーです。で、あとはご覧のようなメンバー。シンカーもう4変化量持ってんだ、ヨダくんは。で、辻田。ムードが×。これはムード丸にしていってあげたい。そして大道か。チャンス B。対左投手 A。さすが天聖 OB。さあ、ではこれで。進めていきましょう。はい、では夏の甲子園予選大会出場していきます。まずは確実にね、勝っていきたいと思います。で、1年生今回はね、スターティングラインナップレギュラー取れた選手はいません。さっきの浦安と戦った時と同じ、スターティングラインナップになっています。さあ、農場なんですが、パワーヒッター威圧感もしてミートパワー50台に乗せました。で、肩も上げています。だいぶね、バランスが取れた選手になってきたかなというふうに思っています。打率がね、ちょっとまだ上がってきてないんで、打率を少し上げていってくれれば、一気に強打者に開花していくかなというふうには思っています。これは大きい当たりだけど、犠牲フライですね。勝ち越し点になります。農場の打率が上がってくると本当に怖い選手になるんで、
打率をちょっと上げてってもらいたいですよね。ミート対応積極打法でセンター返し、これはピッチャーライナー。はい、2対11点リードのまま8回の表になっています。ワンアウトランナーが3塁2塁で4番清宮。ここは流し打ち持ってた阿部日持ち、ミート100まで上がっています。これは精密機械使ったからですね。流し打ちの戦術値が7まで上がってるので、これ決めてほしい。しっかり決めてくれたね。勝ち越しプラスアルファ2点入っているという状態なので、これであればねちょっと安心していきますね。さらに神野は魔物持ちか、これは嬉しいな。魔物はもう強力ですからね、多分一番強い戦術だと思うんですけど、これポロッとしてくれますからね。ならない、ならないけど犠牲フライですね。これで3点リード。代打スリーランホームランで試合を決めましたね。牧田の代打スリーランホームラン。はい、1回戦はコールド勝ちです。ここまで鍛え上げてきた選手たちがしっかり躍動してくれましたね。嬉しかったのは代打スリーランホームランの牧田で、笹岡もしっかり、ゲームを作ってくれて、最後締めは高津本橋と2人で締めてもらいました。上山のパワーが B に乗ったね。はい、ではこのまま進めていきます。はい、では2回戦目に入ります。丸岡君、いきなりセーフティーバントを狙っていく。いきなりセーフティーバント、一塁はアウト。ただ丸岡君足 S になりましたからね、ついにね、期待はできるかなと思います。ここもセーフティー狙っていくよ。セーフティーをしつこく狙っていく。セーフティーを取って取って取りまくるっていうね。これも決まるぞ、このセーフティーボでね。できれば盗塁をねしてほしいんですよね、この後ね。ワンアウトランナー二塁一塁で4番の清宮、ここはセンター返し、ワンヒットで、丸岡君の足だったら帰ってこれるかなと思います。まあここはゲッツーになるか。ゲッツーシフト敷いてた分センターラインに寄ってましたね、ショートがね。さあそろそろ点を取って勝ち越しておかないと心配なので、しっかり確認しながら進めていきましょう。まず友井くんですね。相手のピッチャー友井くんの特徴を確認していきます。球速146キロそこそこ速いですね。コントロールが63、変化量4のスライダーとシンカーとなると、神野くんを考えた場合、パワーヒッター持ち、パワー C、ミート C、これだったらセンター返しで大丈夫そうですね。これはゲッツーにはならないだろう。これでワンアウトランナーが二塁。送りバントって場面じゃないよね。ワンヒットで帰ってこれる足はないと思うので、ここでスクイズで勝ち越しだな。わー、打ち上げた、バカ野郎、やっちまった。今みたいなプレーをしてるとこういうピンチが来るんですよね。ノーアウトランナー二塁のピンチ、ここは電力送っておきます。絶対に負けたくない場面なんで。笹岡とはいえね、絶対に打たれない保証がない。持ってかれた、持ってかれた、持ってかれた、マジですかい。まあ、ここは中央球場の魔物を持ち替えましょう。転がしていく、これでノーアウトランナー二塁一塁で、2番3番と
クリーンナップに入っていきますね。闘魂を使って、下川くんもね、ご覧のようにパワーヒッター持ってて、初級バル、ムード丸対 S。パワー S になってるのは、今闘魂を使ったからですね。強振、引っ張り。パワーヒッター逆転スリーラン。さあ、油断せずに行きます。本橋くんいきなり出てきましたね。本橋くんはストレートが150キロ超え。で、伸び A。さらに、フォークの変化量5です。まあ、佐々木、大魔神、ちょっと古いかもしれないですけど、大魔神みたいなのをイメージして、育てました。うん、ここは、ライト線に持ってかれましたね。ノーアウトランナーが一塁。まあ、慌てるような状況ではまだないので、しっかり抑えていきましょう。フォークとストレート。この組み合わせですね。よし。このチーム、2回戦突破したことがないんですよね。この夏の予選は。なので、ここはしっかり、ここを突破して、次のステップに進みたいな、というふうに思ってます。フォーク。うまく使っていこう。待ってくれ、持ってくれるぞ。逆転スリーだ。マジか。いや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 。そうきますか。ちょっと待ってくれ。ここは、まずい展開だな。下位打線に入ってきますしね。嘘だろう。まずは出よう。よし。いや、地方球場の魔物欲しいな。ちょっとチームの状況を確認しましょうか。代打。前川チャンス G だもんな。ミートはあるけど。いや、困ったな。地方球場の魔物欲しいんだけどね。強心臓を使う場面じゃないからな。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。まあ、引っ張りましょう。変化球、うわー、空振り三振。元足のところは代打をね、さすがに出していきます。前川。ピンチヒッターは。セモノを使ってセンター返し。まあ、ここで終わった。笹岡をもう、清宮を擁して負けたか。いや、この、2回戦突破ができないっていうジンクスがあるな。いや、すごく残念ですね。8回、9回でゲームがだいぶ動きましたね。ヒットの数もね、ご覧のように12安打上げてたんですけど、4点止まりっていうのが、石膏が続いたかな。余裕かまして、セーフティーバントとかやってたのが良くなかったな。反省点ですね。はい。非常に残念ですが、新チームで頑張っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの次をプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。